日本鹿児島県いぶ市海門千田海門千田は、鹿児島県いぶ市の大技。旧薩摩国営軍営協、千田村、英軍英村大技、千田、いぶすき国営庁大技、千田、いぶすき軍海門村大技、千田イブスキ、いぶすき軍海門町大技千田。人口は1483人、世帯数は592世帯。 郵便番号は891-0604。仙田は江戸時代より見える地名である。仙田の領域より、法営年間に十町村、遠京年間に、利長村、1956年に、大あ川尻がそれぞれ成立している。いぶす市の南部、池田湖の南西岸部に位置する。阿佐行きの北方には、いぶす市池田、南方には、 イブスキ市海門川尻、西方にはイブスキ市海門十町、南九州市栄町郡、東方にはイブスキ市海門上の山川敏永、山川大山がそれぞれ隣接している。浅井駅の南部を国道226号が東西に通っている。それに並行してイブスキ枕崎線が通り、地域内には薩摩川尻駅が設置されている。 北部は、鹿児島県道28号岩本海門線が南北に通っており、中部には、鹿児島県道241号第3海門線が東西に通っている。仙田では、第二次世界大戦より前に、考古学者である鳥居隆造によって、弥生土器が発掘されたとされており、山崎五十マロなどによって調査がなされたとされているが、 詳細を知ることができる資料が存在していないという。1962年には、仙田の田中集落の公民館付近から、縄文時代の頃のものと見られる、イブスキ式時や一木式時が多数出土している。仙田という地名は、江戸時代より見え、薩摩国永久永里のうちの仙田村であった。村高は、天保豪町及び、 群村高辻町では5378国余り、三州五地政要欄では2130国余り、元禄十一年の江村里改め町では1890国余り、英郷旧石町では1173国余り、旧高給料取調べ町には1303国余りと記されている。国高が大幅に減少した理由として、工術の利、長村分離が影響している。 バ劇神社付近の十町は宮十町と呼ばれていたが、宝永年間の初期に宮十町の区域及び千田村のうちの山崎、入りのもって、脇浦及び海門だけの裾回りが合併し十町村が成立したとされる。延長元年に、島津忠史卿が、王永十四年に、川辺城の戦いで、泉家当主であった直久が戦死して、以降、断絶していた泉家を継ぎ、 今泉島津家と称し、その際に、伊ブス記号及びエイザとの一部から、今泉家の資料として、今泉号が編成された。これに伴い千田村の内上の方切り及び、岡方家の区域が割上され、利長村が編成され、利長村は、今泉号の内となった。文政7年の旧石町には、千田村の領域と十町村及び利、長村の成立について、 以下の通り記述されている。一千田村、旧石町、明治時代になると、千田村は、大工商区制による商区となり、薩摩国営軍第17大工第14商区となった。各村に、古町役場が設置されたが、1884年に、エイザーとの各村の古町役場を統合し、軍村に、古町役場が置かれた。1889年に、 町村制が施行されたのに伴い、それまでの栄座との区域にあたる、軍村、十町村、千田村、牧野内村、五両村、別府村、上別府村の区域より、英軍英村が成立した。それまでの千田村は英村の大技、千田となった。また、大技の区域に区が設置され区長が任命された。1947年に町村制が廃止され、 地方自治法が施行されたのに伴い従来の区を廃止し、A 村の出張所が各区に設置された。1950年に A 村が調整施行市 A 町となった。1951年には A 町のうち大技千田及び大技十町の区域が分割され海門村が成立した。これに伴って大技千田は海門村の大技となった。 1955年には、リ・長村の一部の区域を編入したのと同時に、開門村が調整指向し開門町となった。1956年1月1日に、大技、仙田の一部より分割され、大技川尻が設置された。1960年3月22日に、日本国有鉄道いぶすき線が、山川町の山川駅から栄町の西栄駅まで、 開通したのに伴い、地域内にも薩摩川尻駅が設置された。2006年1月1日には、開門町が、いぶスキ市及び山川町と新設合併し、新たに、いぶスキ市が設置された。合併に際して設置された、法定合併協議会である、いぶスキ地区三市町合併協議会の協議において、開門町の区域の大技の名称については、 海門町を、イブスキ氏海門のようにそれまでの大技なに、自治体の名称を冠したものに解消することとなり、それまでの大技仙田は、イブスキ氏の大技、海門仙田に解消した。以下の表の九百五十八年から九百九十一年までのデータは、海門町郷土市海底版の地区別人口の推移を引用し、九百九十五年以降の、 データについては、国勢調査による、小地域集計による人口の推移である。イブスキ氏が指定した文化財は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。薩摩川地利益。ありがとうございます。